タールタンベアドックのイラストタールタンベアドックとは、カナダ原産の犬種である。フランス語名はシャンドルド・タールタン。紀元前にはすでに犬種として存在していたと考えられている。タールタン族という先住民によって飼育されていて、猟犬としてグリズリーや大山猫を取るのに使われていた。狩猟の前には、無作為に選ばれた犬が一等儀式にかけられ、 大山猫漁をする際は、それの鍵爪で犬の顔を引っかき、グリズリー漁をする際には、それの骨で作った槍で電部を刺してから狩猟が行われた。この儀式は犬たちの怪我を防止するための意味があり、これ以上の怪我をさせないという決意表明のような役割もあったと言われている。傷をつけられた犬には、部族の女性によって傷薬が塗られ、他の犬と一緒に狩猟に参加した。 傷をつけられても犬の狩猟に対するやる気は失われないことがほとんどであり、もし儀式によって傷をつけられ、やる気を失ってしまった犬は村で留守番をさせられた。やる気の喪失、もしくは傷が深いため狩猟に参加する気がなくなったとしても、無理に参加させるようなことはせず、処罰も行わずに心と体の傷の回復を待つのが、タールタン族流の狩猟のルールである。 狩猟はパックで行われるが、獲物は漁師が見つけ、獲物を発見できるまで犬たちは通気性の良い布袋の中で待機させられる。獲物が発見されると漁師は布袋を開け、犬を放つ。獲物に群がって攻撃を行い、場合によっては逃走する獲物を追い回して疲れさせることも行う。なお、止めは漁師が、 儀式にのっとって刺し、持ち帰った獲物は一部犬たちに分け与えられる。かつてはたくさん飼育されていた犬種であったが、タール単族の性格環境の変化により狩猟があまり行われなくなり、本主の必要性が低下して頭数が減少し、現在純血の犬は非常に数が少なく絶滅寸前である。しかし、愛され大切にされてきた歴史のある犬種のため、 絶滅を阻止するための犬種クラブが発足し、生き残った犬やそれの血を引く犬を集めて繁殖を行い、犬種の再生を試みている。なお、カナダ国内でも本種は大切な存在として認知されていて、本種の記念切手も発行されている。日本犬のようなスピッツタイプの犬種で立ち耳であるが、王の形は特殊である。鎌のように反り上がっていて、先に行けば行くほど太くなり、 お先は、ひげ剃り用のクリームを立てるために使われる、ブラシのようにボサボサしている。引き締まった体つきで、足は、少々短く、コートは、ショートコート。毛色は、ブラックか、ブラックホワイト。体高38センチメートル前後の小型犬で、性格はおとなしくまななけ深い。熱狂的になるのは狩猟の時のみである。デズモンド・モリスの研修辞典。 デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役性分動振興者、2007年タールタン、ベアドックの写真ザ・コンプリート・テール・オブ・ザ・トルタン、ベアドックス。ありがとうございます。